消防などによりますと、今日午前0時40分ごろ、山形県大江町で住宅が燃えていて爆発音が複数回するなどと消防に通報がありました。火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、焼け跡から4人の遺体が見つかりました。この家には5人が暮らしていて、現在50代男性と80代の母、20代の息子2人の合わせて4人と連絡が取れていません。男性の妻は近所の人がはしごをかけて2階から救出し無事でした。マスクかけてくる、マスクは真っ黒だしよ。だから結構煙吸ったのかなみたいな感じもしたしね。警察と消防が身元の確認や出火の原因などを調べています。